今日 YouTube 上がりますか。今日は上がります。金土日です。食事 Vlog、 食事 Vlog が上がります。何の YouTube 見たいか皆さんコメントしといてください。口角何かします。この質問はめちゃくちゃ多いんですけど、骨格健常っていうのかな、あの漢字読まれへんけど、強調、骨格強調、なんか拳って書いて、なんかあれしてますかみたいなめっちゃ来るけど、私ほんまに口角何もいじったことない。昔の写真と口角は変わってないですよ。なんて読めろ、わかんないけど、ちょっと読み方が。マネージャー B さんおいくつですかって。秘密です。関西弁ゴリゴリなんだね。そう、私関西弁結構あれです、激しいです、激しいですっていうか、ドラマ楽しみです、ありがとうございます。料理系需要あります。おお、あにゃあにゃ、自まつげです。松江くんはもう数年やってないです。まつげ、自まつげです。久しぶりのライブですね。確かに。マツパするか迷ってるんだけど、マツエクとマツパと、もうマツエクは一回したら、私がそうやったけど、もうずっとしなあかんくなってたから、なんかないのにすっぴん顔薄みたいになっちゃうから、それでも持続継続して通えるなら松江くんもいいと思います。松パはね、それはめっちゃ結構スピンでもバッて目力あるように見えるけど、通うんがめんどくさくなるよね。ダイエット方法簡単にして、これね、私最近ダイエット してて、ほんまに体ちょっと写真撮ろうかなと思って、こうこっからこれになりましたみたいな、ちょっとあのスポブラっていうか、なんかカルバンクラインのあるじゃないですか、ルックブックの時とかによう着てるやつみたいな、ああいうの着てほんまに体こう取って、何ヶ月にこうなりましたっていうのをやろうかなと思ってて、恥ずかしいけど、なんかね TikTok とかで腕ムチムチって言われてちょっと傷ついたんですよ。傷ついてたね。傷ついたんですよ。体型のことは言わんでいい、デリカシーない、太ったっていうのは私も公言してることなんで、それで腕の筋トレをあんまりせんかったけど、最近めっちゃしてて、だからねちょっとだけ変わってきたかも。だからちょっとほんまに写真撮ってやろうかなと思います。なんかね今までね、例えば送信エステ通ってんねんけど、送信とかでも昔やったら足しかしてなかったのに、なんか箇所が増えていって、お腹もとか二の腕もってなって、あこれはやばいなって、前までしてなかったことが必要になってきたって思ってきて、ちょっとそれで今頑張ってるんですけど、それをちょっと写真とかに残してもうちょっと引き締まった時に公開したいなと思ってます。まあ、ダイエット方法今やってるのは簡単に言うと、まあ筋トレと、あと有酸素30分40分走ってます、あ歩いてます、汗だくになってます、トレーナー来て、で食事なるべく8時前後やったら頭までに終わらして、なるべくお米は私抜くことできないので、あのまだちょっと大事な撮影までちょっとだけ期間があるので、なのでお米とかは昼までに食べてます。夜は抜いてます。最近米は地毛です。 TikTok は気にしないで。 TikTok 治安は悪いねん、ほんまに。気づくこと言わんとってほしい。一番 YouTube が人数高くないですか。 YouTube 超見なさい。うん、最近な、あのインスタもすごくいい人ばっかりよ。いい人ばっかり。いい人ばっかりがすごく、そう、ね、YouTube も、あインスタもめちゃくちゃあの治安がすごくいいです。パパッパパッパパパッパ。じゃじゃ。これもなん、これでこの件で二の腕がムチムチって言われた。これで二の腕がムチムチって言われた。根に持ってますよ。二の腕って落ちないですよね。落ちない落ちない。最終的にあの太る
太るのが最後で痩せるのも最後です、うん、二の腕は少し酔ってるのかなっていう質問。酔ってないです、あのチークかな。ラビジュールの写真返します。ありがとうございます。また小田切さん、ヒロさんの YouTube で待ってます。二人の絡み大好き。そうよー、嬉しいわー。もっと深みを出さなきゃそうよに。そうよYouTube 見ているよ、登録しているよ。ありがとうございます。眉毛サロン、最近いつ行きましたか？行ってないですね、眉毛サロン。眉毛サロン私行ったことないです。ほう、眉毛アートのことかな。でもサロンってあれでしょ、立たせるやつとかでしょ。ムチムチだったとしても可愛いです。ありがとうございます。アルファード素敵です。ありがとうございますって言っても、私実家いないから、実家関西で実家いないからほとんど私は乗ってないです。乗れてないです。ご両親とか家族とかだけ。今日急な取ってきたよ。ありがとう。嬉しい。このまま YouTube ライブやっちゃいます？もうちょっと下帰るけど。15分ぐらい。ちょっと YouTube ライブしますね。皆さん YouTube ライブ来てください。 YouTube ライブだと今日のメイクの詳細を説明することができます。今日リップこの人何使ってんのかな、リホちゃん今日まつげは何使ってんのかな、シャドウ何かな、このチーク何かなって多分気になってる人がいると思うんですけど、 YouTube ライブならこの詳細が聞くことができます。なので見に来てください。このカラコンも言います。プリ意地悪みたいな。カラコンの質問来てるんですけど、マスカラ何使ってますか。はい、 YouTube ライブなら答えます。ということで皆さんバイバイ。 YouTube ライブで全て化粧、今日の顔をどう作られてるか全て答えます。さよなら、 YouTube ライブでお会いしましょう。